吉田さん,なんかねショーベン・ハウエルっていう人がこう言ってますよ男性の間では愚かで無知なものが女性の間では醜い女が一般に愛されチヤホヤされるのが常であるということなんですよねいわゆるこれマウントを取るってことなんですよねであこいつには勝てるやと思ったらチヤホヤしとくわけなんですよで油断さしておくのかまあなんていうのかな自分が高みになったつもりで人をねあよかったねとか言って評価するんですよねあこれ素敵だよみたいな感じで評価するんですよねでも 一般に男性の間で賢い人っていうのは、ちょっとね、警戒されると言いますか、女性も美人はやっぱり一目置かれるっていうかね、なんかそんな感じなのかなと思いましたね。うん。だから商品を買わせるっていうのは、これ堀江孝さんも言ってたんですけども、やっぱり一番いい点をね、アピールして、他にもっといい商品があっても、それは、まあ、あえて言うことはないと。情報の差だからってことらしいんですよ。だから、あの、お客さんの方で、たくさんの、 情報を持っている人とか、たくさんの経験を持っている人ってのは、まあ、いわゆるね不要なものと必要なものを見分けることができたりとか値踏みができるからおかし,おかしなものをね買いにくいっていう現象があるみたいですね、うん、だからやっぱりこう高いレベルの人には高いレベルの商品が売れて低いモラルを持っている人には低いモラルの商品が売れるということなのかなと思いますね。<laughs> いたし